なんだろう、本当にもうお互いが誰かわからない状態で、名前も、あ、名前はわかるのかな、そうそう、みたいな感じのがあったんよ。へえと思ってやってみました、私やったわ押してみた。したら女の子とマッチングして、マッチングって言い方が悪いけど、まあ、女の子と繋がったんよ、電話が。でもうなんか名前だけわかるんだけど、あと声、なんか性別もわかんないような感じで、まあ、お互いが全然どんな人かわかんない状態で話すんだけど、なんか斉藤さんのシステムは知らないけど、それはなんか話せるのがなんか短いのが決まってて、そんな長く話せないんだよね。でなんか今何してるのって聞いたら、今ね家事してますってなってて、あ、そうなんだ、偉いねっつって。でなんかやっぱ朝起きて、まあ、家事なんかいろいろね、なんかご飯作ったりとか、それマジで偉い、すごい天才じゃんっつって、私できないからマジでなんか尊敬するわみたいな、偉いねっつってずっと褒めてたんよ。でなんか数分それで喋ってたら、なんか雰囲気甘くなってきてなんでだろうって思ったので、私ただ褒めてるだけで、なんか、あ、偉いねみたいな、そうなんだみたいな、私はちょっともうちょっと寝たいんだけど眠れなくて、みたいな、起きてるんだよねみたいな。でなんか、いや、なんかこれ初めてで、私も初めてなんですって言って、あ、そうなんだっつって、だ、声気持ち悪いから切られないか不安でとか言ってて、いや全然声可愛いっすよみたいな風に話してたら、そう、空気が甘くなってきて、なんでだって思ったら、私のこと男と思ってたの、多分、だから思ってるの、あ、なるほどねと思って、あのプロフィール公開してないから、私のこと音も、確かに私声低いわと思って、今やべえ、女だって言い出せねえってなってで5分だけ通話したのも切れるってなって、ごめん、ちょっとそろそろ眠たくなってきたから寝るわみたいな、でちょっと話足りないってなってくれるんやけど、いや、じゃあまたきっとこれやるから、その時にまたもしあのこうやってつながったら、それは多分もうなんだろうね、運命みたいなんだから、その時プロフ交換しようっつって切って終わったんだけど、女くどいて終わったわと思って、チンって電話切って終わった